ラストの D ブロック、テーマは可愛さでごまかせ大遅刻の言い訳。メンバーには職場の先輩に対して可愛く遅刻の言い訳をしてもらいます。職業は自由、上司役は大久保 P が務め、打ち合わせ一切なし、ぶっつけ本番のアドリブで挑んでもらいます。お待たせしました、大久保 P 一押しの両派たちこと北川両派です。両派さん、ナースですね。それでは参ります、レディーファン。カンカン、ごめんなさい。いや、ごめんなさいじゃないです、オペ始まっちゃってるんだけど。ごめんなさい。いや、ごめんなさい、何してたの、なんで遅れたの。ごめんなさい。じゃ理由を言いなさいよ。寝てたのか何なのかあるでしょ、理由が。ごめんなさい。だからごめんなさいじゃなくて、なんで決まった時間に来れなかったのか分かるでしょ。怒らない、こうなったら怒らないから。遅刻の理由ってさ、人それぞれあるじゃない。絶対にあるわけ、遅れるってことはね。だってさ、遅れないようにしようと思ったら朝ちゃんと起きて間に合う電車に乗って来れるわけだから、それはなぜできなかったのかってこと。学校の先生に見えてきましたね。もう遅刻しないので、リョウハのこと嫌いにならないでください。ちょっとやられちゃってる感がでも大久保 P にあるんですけどね。結局言い訳をせずに謝り続けた北川の得点は、リョウハタの得点は88点。きた、木崎をあっさり超えた、88点。ちょっとみんなブーイング起こってますよ、得点に。私もね、これ以上甘やかしたらあの子のために良くないと思うんだけど、うん、もうやられてしまったと。これが最後だからね、リョウハタ、私が甘く見るのもね。はい、うん、分かった。 OK です、素晴らしい得点、88点。